全国の中学生のためのチャンネル、高校受験チャンネルスタートしました。中学生の勉強の悩み、高校受験の悩みを解決するチャンネルです。詳細は概要欄から。チャンネル登録もお願いします。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回も学びの手順書、スペシャル版なんですが、大学受験部分点を狙い数学 1A2B をですね、ゼロからと同じく小倉先生にインタビューさせていただいたので、こちら紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。インタビューにご協力いただいた小倉先生、本当にありがとうございます。それでは早速いきましょう。でこちら、部分点を狙えというタイトルなんですが、実際は部分点を取りこぼさない、どこで部分点がもらえるかっていうことを分かりやすく書いてる本という形ですね。なので役割的には英語の英文和訳演習とか、英作文のハイパートレーニングとか、国語の得点ダッシュとかね、みたいな感じかな。この部分でこういう点が入るから取りこぼさないようにしようねみたいな、どの部分をちゃんと書かなきゃいけないのかとか、どういうことをやっていけばいいのかね、どこまでだったら自分は解けるかみたいなことが、やることによって分かる本という形ですね。問題の構成話していこうと思います。まず見開きで見るとね、問題があって、回答への架け橋っていうものがあって、そこにね、考え方とか書いてあって、解説が始まるみたいな形になってるんですが、基本的にまず自分で5分解いてみてくださいと。5分考えてみて、もう全く手がつかない。だったら、もう回答はまだ見ずに、回答の架け橋の部分とか、部分点を狙えっていうところを見てくださいと。部分点を狙えだけで解き方が分かったんだったら、もうそこで止めちゃっていいし、回答解説まで行くのは最後の最後で、その手前の段階でいくつか段階を踏んでほしいと。要は、どこまでヒントがあれば自分は解けたのかっていうのもちゃんと分かった上でやってほしいということですね。しかもこの本ですね、面白いのが、20点のうち、ABC ランクって、この点まで取ったら、A ランク、この点まで取ったら B ランクみたいな形で、A が一番いいんですけど、取りたい点数の目安っていうのも書いてあるんで、自分自身がね、どこの学校で、どのぐらい数学取りたいかみたいなので、目安にしてくれるとね、非常に分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。本自体がね、過去問をベースに作られていて、かつその、採点基準ってものを載せてるってことなんで、やっぱりその、赤本とか過去問の手前の仕上げかなと。インプットっていうよりはアウトプットの実践演習って形ですね。よく出る、入試問題を、その中でもね、どこまで解くかっていう基準を明確にした上で問題解いていくみたいな形でやっていくという形ですね。で、先生が結構強調されてたのが、回答の架け橋の部分は仮に初見で自分が解けたとしても、回答の確認と一緒に読んでほしいということを言ってました。要は解けたとしても理屈は正直よく分かってない。例えばパターンとして見たことあったから解けたとか、なんとなく思いついたから解けたけど、実はやっぱりこの問題なんでこう解いたのか分かってないみたいなケースも結構あるかなと思うので、そこをね、本当に分かってるかどうかっていう部分をより徹底するために、この回答への架け橋っていう部分をちゃんと使ってくださいということでした。この参考書に入るための水準としては、基礎問などの基本的な問題はしっかり覚えててほしいと、押さえておいてほしい。できればね、それこそチャートとかやってると、あとフォーカスゴールとかね、あの辺の例題とかね、終わってると非常にやりやすいかなと思いますと。あと、この参考書での対象レベル、大体これが終わったらここぐらいは戦えますよっていう基準で考えてるのは、千葉大とか神戸大とかみたいな地方国公立の中でもいわゆる難関レベルですね。あとこれプラス過去問だけでも戦えなくはないかなっていうのは名古屋大ぐらいかなっていうふうにはおっしゃってました。ただ地方国公立の標準的なところから上位ぐらいをね、狙いに行く人は、この本を徹底的にやり込んで、その後ね、志望校の過去問をやっていく、あるいは志望校の過去問をやって、この本でやりたい部分を強化してまた過去問戻るみたいなふうにやっていけると、いいんじゃないかなと思います。本の特徴としてね、自分の理解度が点数で可視化されるということ、見えるようになると、自分がどこまで分かってて、ここまで分かってたらこの点がもらえるなみたいなことが分かるんで、部分点を狙えっていうと、その満点取らなくていいとか、そういう発想になりがちだとは思うんですけど、そうじゃなくて、数学の大問1個の中で、今の自分だったらどこまで取りに行けるのか、あるいは取りたい点数がどれだけだったらどの問題までを解けばセーフなのかみたいな、その理屈がちゃんと自分の中に尺度を持てるようになるっていう点が非常に強いのかなと思います。英語とか国語の記述とかね、数学もそうですけど、やったことある人は分かるかなと思うんですけど、自分の中で会心の手応えがあっても採点されてみたら減点されまくって意外と点もらえないみたいなこと結構あると思うんで、そういう部分のブレがかなり小さくなるかなという形
ですかね。ということで、この回答の架け橋っていう部分もね、ただ回答と解説を詳しくしただけじゃなくて、解く時の目線っていうですかね、解ける人がこういうことを考えるよねとか、分かってる人だったらこういうことを分かった上でやってるよねってことが身につくと思いますので、単純に問題解いて終わりだけではなくてね、この部分をしっかり読んで使えるようにしていてください。はい、ということでですね、ぜひ参考にしてみてください。今回は以上です。武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。